ショップモスト犬です。今回はグローバルエリート、公式グラブのオーランドタイプ修理、あとアップしていきたいと思います。でも、切れていたですね。えー、まずレース、えー、こちらの部分切れていたので、えー、交換と同時にですね、えー、グリスの方もですね、なくなっていたので、グリスの交換の方もしております。開けてみると、当て側の方にも、えー、全く、えー、ゴムのりが入っていなかったので、ゴムのり。プラス グリス変えております。やはりですね、変えることによって形向上しつつ一体感増しております。そしてレースのところはこちらの部分変えさせていただいたんですけども、ここだけ変えるだけでもですね、顔の、ま、グラブの形、向上しているかなと感じております。大切にですね、お使いになっているグラブなので、えー、綺麗めで使っていたんですけども、普段ではできない クリーニングそしてメンテナンスの方もさせていただいたので気持ちよくですねお使い可能かなと思いますまだまだですねお使いできるのでぜひですね怪我なく楽しく野球の方していただければと思いますではこちら以上ですありがとうございました